吉田さん、まあ、月収14万、ね、手取り14万、まあ、論争がかなり続いてますけども、やっぱり収入は上がった方がいいのはいいと思うんですよ。例えば月収14万でやっていらっしゃる方も、何の条件もつけずに今の給料倍にしますよって言ったら、いや14万で幸せなんで上げる必要はないですみたいなことは言わないと思うんですよね。ただ14万円を20万とか30万に上げるときに、そこに努力を入れたりとか自分の成果ってものを求められるから、いやいや14万でいいんですよみたいな話になっちゃうと思うんですよね。やっぱり所得が上がった方がいいですよ、うん、で私はこれをね3つのポイントにまとめることがあるんですよ、うん、まあ、自由に選択肢を増やそうと思ったら、幸せの可能性をね高めるために選択肢を増やそうと思ったら、知っている状態を広げることですよね。例えば自分の就職先稼ぎ方をこれとこれしか知らないよりも、これも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 知っていた方がいいんですよね。で次はですね、2つ目なんですけども、できるってことなんですよ。できることが少ないよりも多い方が自分の所得を上げる可能性が高くなるし、所得が上がらなくても幸せにたどり着く、そのためのルートを広げることはできるんで、なるべくだったらできることが増えた方がいいですよね。言語も日本語だけではなくて、たくさんの言語を知ってる、例えば英語を知ってれば英語の情報も取れるわけなんですよ。日本語は1億人しか使ってないけど、英語ってなると25億人以上が使ってるんで、いきなり情報量が25、6倍になるんですよね。プラス中国語も使えると、そこに加えて15億人とか20億人の言語が、まあ、網羅されるんで、ほぼ世界中の情報が取れることになるわけですよね。でも私たちは75億人いると言われているこの人類人口のうち、1億人しか使ってないローカルな日本語だけしか使ってないんで、自分の幸せとか選択肢っていうものが狭まっていく、そんな感じなんだと思います。もちろんね、知ってることが少なければ幸せの選択肢すら少ないんで、あ、これで幸せなんだ、神様さえ祈ってれば幸せなんだっていう風な、ものすごくね原始的な思考になっていく可能性もあります。で、不幸なことにいろんなものを知ることによって、例えば車ってのがあるんだと、高級車があるんだとかね、リゾートマンションがあるんだ、10億円の豪邸があるんだって知れば、それが欲しくなって不幸が始まるってこともありますけども、3つ目のポイントはね、やっぱり払えるってことなのかなと思います。まとめるとね、知っている、できる、払える、この3つが全部揃っていると最高なんですけども、この3つのうちどれか1個でもあれば、自分の幸せの選択肢って広がっていくんじゃないかなと思うんですよ。で、手取り14万円でもしくは泊まっている人がもしいるとしたらね、この知っているの幅を広げないっていうことで14万で泊まっている可能性が大きいし、できることを増やさないがゆえに結果14万しかもらえないっていう可能性になってしまうかもしれませんし、あとやっぱね、払える自由を求めてないから14万で、その中で、ね、プライマイバランスの黒字化じゃないですけども、14万円の手取りの中でやってやりくりしてしまうから伸びないってこともあると思います。私は14万じゃ足りないんで、そこで節約するよりも25万、30万、50万、100万というふうに上げていく方が、節約をする努力よりも楽しくって、努力の量って、ね、一緒だから有益だと思うんですよね。だから私はこの3つ、知っているを広げていく、できることを増やしていく、払える金額を増やしていく、この3つによって人生は結構切り開けていくのかなというのと、幸せの選択肢をたくさんの選択肢の中から選べるんじゃないかなと思うんですよね。で、一戸建ての今ね価格を見てるんですけども、なんか10億円の豪邸ってあるんですよね。ってことは値段がついてるってことは誰かが買ってるんですよ。私は買えないけども誰かが買っていて、誰かが売っている、それが毎日行われてるって現実もあるんだなと思ったら、なんかすごいなと思いますよね。いってらっしゃい。